熊のパディントンはイギリスの作家マイケル・ボンドの児童文学作品に登場する架空の熊のキャラクター。1958年10月13日に出版された熊のパディントン、エーベア・ー・コールド・パディントンで登場し、以後一連の作品の主人公である。このオリジナルのパディントンはペギー・フォートナムの手によって描かれた。 70の作品が30の言語で出版されており、全世界で3000万部を売り上げている。日本で最初に刊行されたのは1967年、福音館書店からである。パディントンは、パディントン駅で古ぼけたスーツケースの上に座っているところを、ブラウン夫妻に発見される。彼のコートには、この熊をよろしくお願いしますと書かれた札がついていた。彼はルーシーおばさんによって、 暗黒の地、ペルーから送られてきた密航者として到着したのである。ブラウン一家に自分のスペイン語の名前は発音しにくいことを伝えると、一家は彼のことを出会った駅名を取って、パディントンと呼ぶことにした。一家は彼をポートベローロード近くのウィンザーガーデン32番地に、ある自宅へ連れて行く。パディントンは礼儀正しい紳士的な熊であるが、彼の周りはひっきりなしに、 トラブルが巻き起こっていく。なんとか、うまくいくように努力し、最後には丸く収まっていく。ペルーから来たマーマレードが大好きなクマのイギリスでのドタバタ騒動が綴られていく。クマのパディントンは、作者のマイケル・ボンドが1956年のクリスマスイブに妻へのプレゼントとして購入した一匹のクマのぬいぐるみが元になっている。マイケルはこのぬいぐるみに当時パディントン駅近くに、 住んでいたことからパディントンと名付けた。彼はクマの話を思いつき、10日のうちに最初のパディントンがこの世に生み出された。この作品はクマのパディントン、エーベアーコールドパディントンとして1958年10月13日に発行された。作者のマイケルは、パディントンがブラウン夫妻に出会うシーンは、子供の時に体験した思い出を元にしたと語っている。 第二次世界大戦時に、ロンドンから疎開してきた子供たちが名札を首からぶら下げて、スーツケースを持って佇んでいる映像を、ニュース映画で見たことが原体験となっている。マイケルは、当初、暗黒の地、アフリカからはるばるやってきた設定にする予定だったが、アフリカには熊がいないことを知らされ、パディントンの出身地は、メガネグマの住むペルーに変更となった。 パディントン駅で販売されるパディントンのぬいぐるみ初めての商用ベースでのパディントンのぬいぐるみは1972年にガブリエルデザインズによって制作された。経営者のクラークソンは子供のジョアンナとジェルミーにぬいぐるみの試作品をクリスマスプレゼントとしている。この際ぬいぐるみが直立できるようにウェリントンブーツを履かせるようになった。初期のブーツはダンロップ第11作以降は ウェーブ出版より出版されている。2012年9月に RW アリーガの日本語翻訳絵本クマノパディントンが理論者から発売された。BBC とフィルムフェアロンドンがイギリスで1976年から1980年まで制作した。日本では1997年頃まで NHK 教育テレビのプチプチアニメ枠で放送。放題。 パディントンベアのタイトルで放送された。現在は DVD も発売されている。1989年制作。ハンナ・バーベラプロダクション制作。日本ではセルビデオで公開された。1998年制作。カナダ・フランス合作。日本では1999年4月6日から同年9月28日までに NHKBS2 の 衛星アニメ劇場枠で放送された。2014年にイギリス・フランスの共同制作によって実写化された。2017年には続編も制作されている。パディントンのキャラクターは世界中で愛され、様々な企業、団体がパディントンを使用している。2008年10月13日のパディントン生誕50周年の際は、Google はロゴにパディントンを描いている。 日本でも多数の企業が商品のイメージキャラクターなどにパディントンを採用している。世界初のパディントンベアのテーマパークとして、相模湖リゾートプレジャーフォレスト内にパディントンタウンが2018年7月21日にオープンした。AB ヒストリーパディントンベアオフィシャルウェブサイト2014年11月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年11月15日閲覧。ペギー・フォートナム。パディントン・ベア・オフィシャル・ウェブサイト。2014年11月15日、閲覧。福島県、バンダイ・アサヒ国立公園・アダタラ高原。アダタラ高原スキー場。2014年11月15日閲覧。パディントン・リターンズ・ツー・ヒズ・ステーション・アズ・チルドレンズ・フェイバリット The Independent 2014年11月15日、閲覧。Paddington Bear Celebrates ンンレレ 50th Birthday.The Independent 2014年11月15日、閲覧。Paddington Bear Inspired by Iwakus Sezosa Bond.2014 年11月15日、閲覧。A.B.Paddington Bear ンン13 Sings You Didn't Know. テレグラフ、二千十四年十一月十五日閲覧。ヴィンセント、アリス、パディントン・ベア、十三シングス・ユー・ディデント・のザ・テレグラフ、イシ衣春0 3 0七から千二百三十五 https、www HT、テレグラフ、CO、UK、ブックス、オーサーズ、パディントン・ベアマイナス十三シングス・ディデント・の二千十八年四月二十八日、閲覧。 シャーリー・クラークソン、ベアーリー・ベリー・バブル、マイパート・イン・ザ・パディントン・ベア・ストーリー、ハリマン・ハウス・パブリッシング、20302008、ISBN978 から1から90万5641から72から7、熊のパディントン生誕50周年。グーグル、2014年11月15日閲覧。パディントン・ベア、パディントン・ベア・オフィシャルサイト。 2014年11月15日閲覧。世界初、パディントン TM ベアのテーマパークが、相模湖、リゾートプレジャーフォレストに7月誕生。ニュースウォーカー。2018年12月12日閲覧。ありがとうございます。